それでは時間となりましたので、午後のセッションを開始いたします。午後はスピントロニクスのセッションを前半・後半に分けて行います。前半は NTT 物性科学基礎研究所の村木浩二先生にお願いしております。それでは村木先生、座長の方をお願いいたします。はい、NTT の村木です。このセッションはスピントロニクス1と題しまして、まず、先駆けから静岡大学の広部先生、北海道大学の早見先生、それからクレストから京都大学の松田裕二先生にご講演をお願いしています。それでは広部先生、パワポを共有して、ご講演をお願いいたします。それでは静岡大学の広部が、こちらのタイトルで、発表させていただきます。よろしくお願いいたします。本日のアウトラインですけれども、はじめに私の先駆け研究の目指すところについて、大きな目標をお話しして、その後キラル超伝導体における線形スピン流生成のお話に移りたいと思います。その後展望を含め、まとめとさせていただきます。今回は時間の関係上、キラルな半導体における研究は割愛させていただきます。はじめに謝辞を述べさせてください。今回の研究内容は、当時所属していた分子科学研究所のこちらのメンバーとともに遂行したものとなっております。この場を借りて感謝申し上げます。さて、私の研究の主題ですが、キラル有機スピン選択性、省略して CISS です。これはキラルの分子生材料における高スピン変極現象でして、分子生材料に電流を流すと、そこから出てくる電子スピンが高スピン変極しているという、そういうものです。こちらに挙げる3つの特徴が知られておりまして、やはり3つ目の特徴、室温においても大きなスピン変極が得られるということで注目を集めています。例えば、螺旋構造上のポリアニリンポリマーのマイクロファイバーを用いた磁気抵抗を見ていきたいと思います。このマイクロファイバーに金電極とニッケル電極を取り付けて、こんな風にサンドイッチ構造を作ります。これでもし CISS によるスピン変極が生じますと、ニッケルの中のスピン分裂エネルギーバンドを介して、界面に極在した界面磁気抵抗が現れます。実際、こちらの IV カーブで磁場依存性を見てみますと、大きく電流値が変わっているということが見て取れます。この電流値をこちらの式に代入してスピン変極率を算出してみますと、なんと室温においても 40% に到達するということになります。他のキラル分子生材料においても同程度のスピン変極率が報告されておりまして、スピン変極を用いるスピントロニクスをはじめとした研究分野で大きな注目を集めています。実験結果はもう間違いないはずなんですけれども、CISS の起源については、意見が分かれていまして、諸説あります。ここではすべて、こと細かに説明いたしませんけれども、実験家の立場からすると、まだ実験的に確立されている特徴というのが、限られていまして、それゆえ、まだなかなか絞り込みができていないのかなと、そういうふうに私は理解しております。このような状況を踏まえまして、私は、CISS を固体デバイスに展開していって、固体物理の枠組みで、新しい特徴を見出すということを目標にしております。これによって、ゆくゆくは CISS の気候解明につながればいいなと、そういう立ち位置です。単分子のみならず、ポリマーやホッピング電動、バンド電動など、キラルな材料であれば、いろいろと CISS がすでに報告されている段階でして、なんかこう、K の詳細によらないような、何か、幾何学的な性質があるのではないかと、そういう研究提案をして、トポロジカル材料科学に、採択していただいたという、そういう経緯がございます。ですので、他の発表のように、きれいにトポロジの話から始まって、演繹的に全部説明するという、そういう、きれいなお話にはなってはいないんですけれども、CISS が、今どういう、研究のステータスにあるのか、その、雰囲気をつかめていただければ、万々歳かなというふうに感じております。実験系をデザインする上で、特にも参考にしたのが、こちらサイエンスの論文です。磁石を用いるだけでキラル分子の左右分別がつくという、そういう実験です。
右手系ないし左手系のオリゴペプチドをあらかじめ水溶液の中につけて、溶かしておいて、ここに垂直時間膜を数秒だけつけます。そしてすぐに取り出して、表面の化学結合による被覆率を比べてみるという、そういう実験です。そうすると確かに L 体と D 体で吸着率に差があります。しかも、この吸着率の傾向は、磁場の向き、すなわち、垂直磁間膜の磁気モーメント向きをひっくり返すと、入れ替わります。この結果は、CISS のスピン変極と垂直磁間膜との間に確かにスピン交換結合があるということを示しています。さらに、興味深いことに、単なる電流有機磁化では、この実験結果を説明できないというところです。溶液の中ですので、キラル分子、ひいてはその上に乗っかっていると仮定した、単一のマグネティックダイポールというのは自由に回転ができてしまいます。したがって、L 体と D 体、まあ、いわば右手系と左手系ですね、の間に有意な差は期待できないわけです。で、そこで唱えられている作業仮説が、半平行スピン対が、非平行状態で現れるというものです。右手系と、左手系の分子にこんな風に、末端に外向きないし内向きのスピン対が非平行状態ではあるのではなかろうかという仮説です。確かに原理的にこれであれば、磁石を用いて左右分別ができるはずです。しかしながらこの特異なスピンの空間分布があるということを実証するような実験はありませんでした。ここからが私たちの研究です。この半平行のスピン対というのは、スピントロニクスの立場からすると、非線形のスピン流生成に対応するのではなかろうかという、そういう仮説です。速度とスピン変極とがコリニアなスピン流を考えてあげますと、確かに海面におけるスピン散乱を考慮すると半平行のスピン対が現れて叱るべきです。さらに、ベリー位相がないという仮説は、仮定は入れるんですけども、時間空間反転対称性を考えてあげると、スピン流というのはこの場合、電波の2次に、少なくとも始まなければいけません。この新しい、予想をですね、どうにかして検証できないかと、いろいろなキラルな材料を探していった結果、たどり着いたのが、こちら、キラルな結晶構造を持つ有機超伝導体です。キラル分子というのは典型的には数ナノメートルの長さしかありません。しかも、ほとんど電気的に絶縁体と言って過言ではありません。ですので、非線形の伝導領域を選択的に取り出して、しかもスピンの空間マッピングを行うというのは、もう技術的に非常に難しいわけです。そこで、もっと、いわば巨大なキラル分子に対応する、そんな形がないのかというのを、いろいろ試行錯誤して、探していった結果、最終的に、略称カッパー NCS と呼ばれる有機超伝導体を用いるというアプローチに、行き着きました。この材料ではですね、カッパー NCS2 というカウンターアニオンに電子移動が起きまして、ベッド TTF がカチオンになる、すなわちホールドオープされているという形です。このベト TTF カチオンが二両体を組んで、さらにこの二両体が歪んだ三角光子を形成し、偽二次元伝導面を形成する、そんなシステムとなっています。もう1980年代には見つかっていた物質でして、超伝導体の、超伝導の特性としては、この歪んだ三角光子の話で、ほぼつけております。しかしながら、このキラルではないベッド TTF とカウンターアニオンの2つの組み合わせをよく見てあげると、3次元的には P21 の空間群、すなわちエナンチョモーフィックなスペースグループを形成しており、21螺旋軸が1つ存在します。なので、原理的には右手系、左手系の結晶があるわけです。実際 CD の空間マッピングを私たちの作った、薄膜結晶に適用してみますと、エナンチオメリックエクセスが空間的に一様だということを突き止めました。ですので、原理的には、キラルな補正が電気伝導現象に現れてもいいわけです。これが CISS を与えてくれたら嬉しいなという、そういう希望的観測のもと測定を始めました。ちなみに、今回、磁気抵抗測定で電圧を測定しますので、完全にゼロ抵抗になってしまうと測れません。ですので、こういう微妙に抵抗がまだ残っている、点々近傍に限って、実験データを、見せて、まいります。実験のセットアップです。冒頭で述べた、ポリマーの磁気抵抗と、本質的には同じです。金電極とニッケル電極でサンドイッチ構造を、作ります。
もしも CISS でスピン蓄積が生じると、ニッケルの中の、スピン分裂エネルギーバンドを介して、海面磁気抵抗を与えます。で今回はですね、非線形の応答があるかどうかっていうことも、もう見ていきたいので、AC の電流を流して DC の電圧を測るというアプローチを取りました。もしも二次の応答があるならば、スピン流の流れる向きっていうのは、電流の向きによらないはずです。したがって、スピン蓄積の極性というのも、電流の向きによらないはずなわけです。したがって、時間平均してみてもスピン蓄積っていうのが有限に残るはずなので、まあ、これを電圧、DC の電圧信号として見ようという、まあ、そういう、目論見です。では、早速 DC 電圧の自倍存性を見ていきます。交流電流を徐々に大きくしていくと、磁場に関して反対称な信号が明瞭に現れます。重要なことは、この磁場依存性というのが、今回のセットアップにおけるニッケルの MH カーブとちょうど対応しているということです。これは、ニッケルの中のスピン磁気モーメントの方向に依存するような電圧信号が、非線形の領域で確かにあるということを示しています。ダメ押しで、電流の磁場に対して、電圧の強度をプロットしてみたのがこちらのグラフです。電流値の小さい領域においては確かにリニア、したがって、電流の二次に比例して大きくなっていくということが見て取れます。以上の結果、すなわち AC から DC のコンバートが起きているということ、さらに電流の二次に対して比例しているよというところから、確かに非線形の応答が電圧信号にあるということがわかります。では、この非線形の応答が、本当にスピン流に由来するんだろうか、単なる電流有機磁化ではないんだろうかという、まあ、ちょっとその辺をもう少しこれから見ていきたいと思います。スピン変極の方向を決めるために、磁場角度依存性を取りました。今回のカッパー NCS 結晶は、ニーチ螺旋軸が面内に1本走っておりまして、その2回螺旋軸から測った磁場角度をシータとしまして、シータを系統的に変えて VH カーブを複数取得しました。このボルテッジをシータに対して改めてプロットしたのが右のグラフでして、まあ、プラスからマイナスへと切り替わっているのが見て取れます。で、ここで2つの特徴、すなわち、ニッケルの磁気モーメントとスピン蓄積とが直行する場合には信号が消えるということ。さらに、スピン蓄積と磁気モーメントが半平行な場合に、プラスの信号が現れるということを考慮してあげると、この V シータ曲線からスピン変極の方向を、まあ、粗くではありますが、算出できます。今回のこの図であれば、シータの値はおよそ107度となります。こんなふうにですね、様々な結晶のいろんなところにあるニッケル電極の V シータ曲線を取りまして、次々に曲線を決定していきました。二回螺旋軸に対して同じ位置にあるニッケル電極3つを使って、V シータ曲線を取ると、まあ、大体みんな同じぐらいですね。110度ぐらいなので、まあ、結晶の中心から外側に少しこう傾いているような、そういう信号が現れます。じゃあ、二回螺旋軸に対して、逆方向の、信号がどうなるかっていうと、180度反転してまして、結果的にですね、結晶の両端を、くっつけて見てみると、外向きのスピン対が、得られます。この結果は、スピン流が流れた結果、海面において、半平行のスピン対ができているんだという、まあ、作業仮説と、ちょうど対応しております。で、これが本当に再現するのかっていうのを、まあ、複数のサンプルで取りつつ、キラリティに本当に依存するのかということも検証していきました。新しいサンプルを用意して、その CD マッピングを取ってみたところ、こんな風にですね、右手系と左手系が、途中で切り替わる、そんなサンプルが出てきました。で、ここでですね、まあ、赤の領域っていうのが先ほどと同じ手のドメインになってまして、青が逆手のドメインです。赤のドメインに電流を引火しながら、結晶の端っこで電気抵抗を測ってみると、やはり外向きですね。外向きのスピン対が得られました。で、ここで、逆手のドメインを電流冷気しながら同じ場所で電圧を測ってみると、今度は内向きのスピン対が現れます。したがって、電流冷気する場所のキラリ
キラリティに依存して、半平行のスピン対の外向き、内向きが切り替わるという結果を結果が得られました。これは、スピン流が流れているよと、スピンで、その結果半平行のスピン対ができたんだよという解釈を、サポートするとともに、しかもキラリティに依存するんだということも、明瞭に示しております。まとめます。今回は、半平行のスピン対という先行研究の作業仮説をスピントロニクスの立場から、もう少し詳しく調べてみました。その結果、非線形のスピン流生成というのと、合致するような実験的な証拠を得ることができました。まだ他の材料で、系統的な測定は行ってはいないんですけれども、実はこれがユニバーサルに他のヒラルな材料な系でも出るのではないかと期待しております。まだ論文出版して1年も経っていない段階ですので、どういうふうに波及効果があり得るのかについて、あれこれ憶測するのも、どうかと思うんですけども、今のところ2つ、波及効果を期待しております。1つ目は、やはり CISS の機構の絞り込みに、役立ってくれるんではないかということです。もう1つはですね、キラルかつ超伝導転移点で、スピントロニクス効果を、調べましたので、空間反転対称性の破れた超伝導体における、スピン流、スピン物性という方向にも、展開があるのではなかろうかと、期待しております。以上で発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい。ご紹介ありがとうございます。北海道大学の早見です。本日はこのようなタイトルで発表させていただきます。で、こちらに書いていますのは、今回の発表における共同研究者の方々です。この場を借りて、御礼申し上げます。で、私が着目するのは、トポロジカル自生体というものでして、その要素となるものについてまず紹介させていただきます。まず一つの重要な要素というものが自生です。で、自生というのは、電子が持つ内部自由度の一つであるスピンというものが、重要な役割を果たしています。で、例えば、これが空間的なある配列を持つことで自生体というものができるわけです。例えば、全ての向きが同じ向きを向きますと、これは共自生体と呼ばれるものになりますし、上向きと下向きってやつが交互にこう並ぶような状況は、なんか反共自生体というふうに呼ばれたりします。で、もう一個トポロジカル自生体をなす、重要な概念の一つがトポロジーです。で、こちらはもともと数学の位相幾何学の分野で、研究されてきたものですが、こちらのポイントは、なんかそのある状態とある状態は、穴の数によって、決められて、区別されていますよということです。で、この穴の数っていうのは、整数値ですので、なんか整数値だけ違う、なんか状況っていうものが、区別されると。で、それが物性に応用されたのが、トポロジカル絶縁体というものでして、で、例えば従来の金属だと、K 全体に電流が流れるであるとか、通常の絶縁体であると電流が流れないというものがありますが、トポロジカル絶縁体では、この左の2つの状況とは、トポロジカル数というものが異なっています。で、その結果、何が起きるかというと、表面、このバルクの中では絶縁体だけど、表面には電流が流れますよというような状況が現れます。したがいまして、トポロジカル数が違うということで、その新しい物理というものが生まれるわけです。で、さらに興味深いことに、こういうトポロジカル絶縁体というのは、不純物に対して堅牢性というものがいろいろ報告されています。したがいまして、その応用の観点からも注目を集めているというわけです。で、私が着目するのは、この自生とトポロジーというものが、こう、競争的に織りなすようなところで出てくるようなトポロジカル自生体です。で、これは、2016年のノーベル物理学賞にでも話題になりましたように、これ磁気融通というものと、いわゆる関係しています。例えば、一番シンプルな例がこういう例なんですけど、なんかある一つの点の周りでこうぐるっと一周しますと。で、そうしたときにスピンのこの先の向きが、この何回転しますかというのを表した量です。で、例えば、こういうように半時計回りだと1に定義しておいて、こっちに移動したときに逆回りだとマイナス1に定義すると。ということです。で、こうしたものはやはり整数値で特徴付けられるような量になります。で、さらに、私の本研究の対象は、先ほどの磁気構造からもう一個ちょっと、変わっていまして、幾何学的なスピンテクスチャーを持つ自生体というものを扱っています。で、その、最たる、その幾何学的なスピンテクスチャーが何かっていうと、例えばこのスピンカイラリティと言われているものです。
これは3つのスピンがこう、例えばある配列を持って並んでいるんですけど、この3つの配列っていうものがある立体学を持っているというような状況になります。まあ、すなわち、物理量でいうところの、このスカラ30積ですね、S.S クロス S っていう量がまあ0になっていないような状況を考えます。で、こうしたスピンカイラリティという量が、K 全体で秩序化しますと、実はこの双発、巨大な有効磁場が出てくるということが理解されています。で、この有効磁場というものは、通常の外部磁場とは異なりまして、外部磁場を別にその因果しなくても、その内部で有効的に出ているというものです。でさらに興味深いことには、この大きさなんですけど、有効磁場としてはかなり大きな大きさになっておりまして、まあ、すなわち、まあ、通常の外部磁場でアクセスできるような、まあ、磁場じゃ、アクセスできるような、大きさじゃないところをアクセスできると。でそうした結果、まあ、様々な面白い物性現象が見つかっているというものが、あります。で、こうしたトポロジカル磁性体の代表的な一つの例がスキルミオン結晶です。でスキルミオン結晶の、まあ、構成するスキルミオンというものが、こちらがそのスキルミオンのスピン構造になりますが、なんか中心はマイナス方向、下向きのスピンを向いて、それがこう、周りに向くにつれて渦巻き構造をこう形成していますが、さらにこう見ていくと、渦巻き構造のスピンの面直線がどんどん上を向いていくと。で最終的に全部外側では上を向くというような状況が現れます。で、この構造をある、まあ、全部こう一つの点にこうギュッと押し合ってて、でその矢尻がどうなっているかを見ると、これは球面をなんか覆っているような構造が得られます。で、この時に、この球面を何回覆うかという数がスキルミオン数、いわゆるトポロジカル数というものです。で、こうしたスキルミオン結晶というものが、まあ、K の中に秩序化した状態というものがスキルミオン結晶です。で、こうしたスキルミオン結晶というのは、2009年にマンガンシリコンなどの空間反転対称性のない磁性体で観測されました。で、ここで空間反転対称性のない結晶構造というのは、まあ、結晶構造かなんかあるものがあったときに、ある点の周りで空間をこうガバッと入れ替えたときに、それが重ならないような状況を指しています。で、こうした重ならないような状況では、実はその磁性の中では特殊な相互作用というものが誘起されまして、それがいわゆるジェロシンスキー・モリア相互作用と言われるものになります。で、こちらは相対論的なスピン軌道相互作用が起源になっています。で、こうした効果を実際に取り入れて、理論模型計算を行うと、こういうスキルミオンの結晶というものが、まあ、きれいに再現できますよということが分かっているわけです。で、一方、2018年以降におきまして、従来の空間反転対称性を持たないものではなくて、持つ結晶構造においても、スキルミオン結晶が発見されました。で、興味のは、例えばスキルミオン結晶の中でも三角格子的に並んだものであるとか、正方格子的に並んだものであるとか、まあ、そういった多様なスキルミオンが出てきている。あるいは、ヘッジホック構造という、なんかもうちょっとこれ、パッと見説明できないんですけど、まあ、かなりややこしいような非鏡面的な磁気構造であるとか、まあ、磁気ユーズ結晶、これは全部スピンが面内を向いているものですけど、こういった構造もまあ出てきますよということがいろんな物質で報告されてきました。で、この物質の、その、まあ、例えば、結晶構造であるとか、電子状態をよくよく見てみますと、かなり多種多様なバラエティに富んでいまして、まあ、とても、なんていうんですかね、共通項はなんかなさそうだというふうに思うわけです。ただ、この共通項は何だろうということを考えていきますと、まず一つの共通項としてありますのが、このスピン、先ほどのスピン構造というものが、実は、螺旋構造の重ね合わせによって表現されているということです。で、ここで螺旋構造と言いますのは、あるこう空間的な方向にこう進んでいったときに、スピンがある面に沿ってぐる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 っと回っているようなものが螺旋構造です。で、こうした螺旋構造を重ね合わせると、例えば、まあ、この螺旋構造を3つの方向に対してこう等価に重ねますと、これは実は磁気スキルミオン結晶のスピンパターンが得られるということが分かっています。で、まあ、同様に考えますと、先ほど実験的に観測されている面白い磁気構造というものは、すべてある種の螺旋構造の重ね合わせによって特徴づけられているということが、理解されています。ただ一方で、理論的な観点からは、もともと空間反転対称性がこれは結晶構造でありますので、いわゆる DM 相互作用と言われているようなものはなかなか働かないということになるわけです。ですので、まあ、それではスピン軌道相互作用、いわゆるそのジェラシンスキーモリア相互作用と言われているやつとは異なる起源は何なのかというのを探るのが、この先駆けでのテーマの一つになります。で、具体的には、2つの目的を挙げまして研究を行ってきています。
で、一つは、まず先ほど螺旋構造の重ね合わせによって、さまざまなトポロジカル自生体が出ると言いましたが、螺旋構造をまあ一言で重ね合わせるといっても、実は重ね合わせ方っていうのは、いろんな状況が考えられまして、可能性としてはかなりたくさんあるということが分かってきます。例えば、螺旋の種類ですけど、先ほどなんかある方向に向いたときに、螺旋がこうぐるぐるぐるって巻くと言いましたが、それがまあどういう面に巻くかっていう自由度がありますし、あるいは、螺旋軸をどういうふうに重ね合わせるかという問題もありますし、螺旋の数であるとか、あるいは波ですので、これ一種のスピンデンシティウェーブと呼ばれるスピンの波ですので、その波の位相をどういうふうに設定するかというようなものがあるわけです。で、またさらに、こういうところから、なんか、ある種面白い磁気構造が出てきたときに、じゃあそれがどういう結晶構造や、どういう微子的機構のもとで実現するのかといったことを明らかにしたいというふうに考えて研究を行いました。はい、でまず螺旋構造の自由度に関してですけど、先ほど申し上げた通り、例えばスキルミオンの場合には3つの螺旋構造を重ね合わせるとこういう三角格子型のスキルミオンができますし、あるいは正方格子っていうのは正方格子型のスキルミオン、こういう2つの波の重ね合わせで特徴づけられます。またさっきちょっとややこしいと言ったヘッジホック構造のようなものは、こうあの3次元における、90度、をなすような90度をなすような3つの方向に対して重ね合わせると、こういうスピン構造ができるということが、知られています。で、こういうことはよく知られていたんですが、我々は もっと踏み込んで、さらにいろんな先ほど申し上げたような、いろんな自由度を駆使することで、いろんな状態が出せないかというふうに考えました。例えば、波の種類を先ほどは螺旋構造のこういう重ね合わせだと、で重ね合わせると言ったんですけど、あるいは一方向の振動、が3方向にこう別の方向に振動しているような波を重ね合わせると、いわゆる制限波と言われるものの重ね合わせをすると、トポロジカル数が従来のスキルミオンとは異なるスキルミオン結晶が発現することを見出しました。で、このトポロジカル数というものは、いわゆる先ほど一番最初に述べました総発磁場というものと関係しておりますので、こういう磁気構造の下では巨大なホール効果が期待できるということが挙げられます。でまた、こういう波の相対的な位相差が、異なった場合にも、面白い結晶、面白いスピン、トポロジカル自生体が出ることが分かりました。この場合は、相対的な位相差を2分の π に置くことで、K 全体として、トポロジカル数は、実は0になってしまいます。ただ、こういうスカラーカイラリティですね、さっきの局所的なスカラーカイラリティを、これ全部で足しちゃうと0になっちゃうんですけど、これ、あるところを見ると、プラスマイナス、プラスマイナスという形で、並ぶんですね。で、そういうことになりますと、局所的にはスカラカイラリティがあると。で、これが何に寄与するかというと、これは実は非相反伝導に寄与してきますということが分かりました。で、また、いろんな、例えば重ね合わせる波の位置を、なんかいろいろ考えると、なんかこういう変な磁気構造が出たりとか、あるいは副格子自由度を考えると、反共磁性的なスキルミオンが出るとか、そういったことが、分かってきました。で、じゃあ、こういうトポロジカル自生体の安定化機構っていうのは どうやったらいいんですかと。ということが、次の、話に出てくるわけです。で、この時に、やっぱり先ほどのように、こういう三角格子型や正方格子型のスキルミオンは、こういうなんか複数の螺旋構造の重ね合わせ特徴づけられるということを起点に考えます。で、すなわち、このスキルミオンの安定化機構として、2つの要素として分解します。一つは単体の螺旋構造の安定化機構がどうなっているかと。で、もう一つは複数の螺旋構造を重ね合わせる機構はあるのかというものです。で、例えば、先ほど最初に述べました空間反転対称性がないようなカイラル自生体の場合には、この螺旋構造の起源としては、ジャウシンスキーモリア相互作用、いわゆるスピンをひねるような相互作用と、この共磁性、通常の自生体にあるような共磁性的な相互作用、これはスピンを揃えるような方向、この2つが競合することによって螺旋が出てきます。で、さらに磁場を入れることによって、この螺旋構造が重ね合わせます。はい。で、一方で空間反転対称性のある場合には、単体の螺旋構造っていうのはどういう機構があるかといいますと、例えばスピン模型のハイゼンベルグ模型を取り上げますと、例えばフラストレートした相互作用、共磁性的、再近接スピン間、隣り合うスピン間には共磁性的な相互作用が働いていて、で、さらに隣り合うスピンの相互作用には、反共磁性が働いているような場合、こうした場合には螺旋構造が現れたりします。で、また、スピン模型ではなくて、非電子模型、いわゆる DFD 電子系とか F 電子系の磁性を記述するような模型におきましても、有効的な模型として、ちょっとすみません、詳細は割愛しますが、こういう RKKY 相互作用というものでまとめられます。で、この RKKY 相互作用というものが働くと、通常は、ある
ピッチを持つような螺旋構造というものが選ばれます。まあ、すなわち、このフラストレート相互作用であるとか、RKKY 相互作用というものが螺旋構造の起源になるわけです。で、これらは単一の螺旋構造の起源ですが、これを複数重ね合わせるために、まあ、何を考えたかといいますと、まあ、従来の手法ではより、計算コストに時間がかかるため、我々はその模型をフーリエ変換した波数空間における模型を考えました。で、こうしますと、パラメータの数がこちらに比べて、数が少なくなりますため、まあ、相互作用空間の規定状態相互の作成が容易になります。で、この模型に対してモンテカルロ計算をすることで、スクリーニング結晶がどのような状況の下で現れるかというものを調べました。で、例えば、例を取って考えます。で、例として正方格子を考えます。で、正方格子模型を考えますと、まず一般的な相互作用というものは、こちらのような形で書けます。で、これは、ここが SXSX の相互作用、SYSY の相互作用、SZSZ の相互作用で、ここが SXSY とかの相互作用です。で、これは一般的なものですが、例えば、波数ベクトルの対称性や、K の結晶の対称性を決めると、この相互作用のうち、どれが有限になるかというものを対称性の観点から分類できます。で、それがこちらのようになります。で、そうすると、ある結晶点群の下では、こういう、相互作用の要素がスキルミオンの起源になり得るということがわかるわけです。で、実際に計算しますと、例えばこの D4H を取りますと、ガンマ U とかガンマ V ってやつがこう有限に入っていくと、スキルミオン結晶が安定になるということがわかりました。まあ、すなわち、これは空間反転対称性がある下での相互作用ですので、まあ、こういった、相互作用が空間反転対称性のスキルミオンを有機しているということになります。あ、すいません。はい。もうちょっとで終わります。はい。で、もう一個その、有効模型を使うメリットとしては、例えば現実物質で得られた磁気相図を再現することが、よくできると。まあ、やりやすいというわけです。例えば、最近の実験におきましては、まあ、X 線散乱や中性子散乱などにおきまして、ある急空間のブラックピークを測定するだけではなくて、その急空間の位置における、スピンの向きを測定することも可能です。で、そうすると、その情報をもとにして模型を構築して数値シミュレーションすることで実験結果のと、比較することができます。例えば例として、ガドリウム電通シリコン2と言われている正方形のスキルミオン物質があるんですけど、こういった物質を再現するために、模型を作って計算したところ、まあ、割といい感じで一致することが分かりました。また、あるいは他の結晶構造でも、似ているような磁気構造が得られるということも分かりました。はい。で、これ最後なんですけど、で、こういう、まあ、スキルミオンの安定化機構の話をしてきたんですけど、まあ、もう一つ興味深い点といたしましては、このスピンカイラリティっていうのがあると、まあ、どういう物理が起きるかということです。で、これは従来は、まあ、双発磁場が生じるので、まあ、磁場ですので、磁場で誘起されるような現象。例えば、ホール効果などが出てきますよということが分かっていました。で、ここで我々はホール効果ではなくて別の、可能性を探るために、まあ、ある種のなんか簡単なこういう秩序を取り上げて、K 全体のスカラカイラリティがゼロになっている状況を考えます。で、ただこういう時には、K の空間反転対称性が破れるような状況が起きまして、そうすると、フェルミ面の形が従来は K が、ブリリアンゾーンに対して対称に出てくるんですけど、ある種のこういう構造の下では、ブリリアンゾーンが反対称な成分も含むようになると。で、これが非対称な伝導、いわゆる非線形伝導の起源になるということを示しました。はい。で、以上がまとめになります。本研究では、螺旋構造を起点としたトポロジカル磁性体の理論的探索、開拓ということで話をさせていただきました。はい。ご清聴ありがとうございました。量子スピン液体とトポロジーというタイトルで、京都大学の松田が発表させていただきます。で、共同研究者は、これ京都大学の我々のグループと、東京大学の芝内グループ。そして資料は、バルクの資料はすべて、東京工業大学の田中先生に提供でありました。あと、白幕の資料は、京都大学で、自前で作りました。で、この研究において、まあ、非常にたくさんの理論家の方の、非常にサポートをいただきました。ここに、ここで、下線を引いてありますのが、クレストのメンバーです。今日のお話しさせていただきますのは、まず量子スピン液体について説明して、これがなぜ面白いのかと、なぜ我々この研究をするのかということを最初に説明させていただきまして、次に今日のメインのトピックである気体量子スピン液体とハンセスの量子熱ホール効果の話をしたいと思います。そして次に、気体負、量子スピン液体のトポロジーの話をさせていただきたいと思います。特にプレナー熱ホール効果、
で、これ、量子化される、プレーナーです、量子、熱、量子オルゴ化と、あとですね、ディラックコンタのマイラナギャップの観測の話、そして、熱ホル効果が、起源は何なのかというのをもう、これもはっきりさせたいということで、その実験の結果を、お話をさせていただきたいと思います。そして、最後にですね、量子免疫体の物質の、原子層膜を最近、作ることに成功いたしまして、そのトンネル分光も成功いたしました。で、それで、もしかしたら、マイラナ粒子の振動を見ている、マイラナ振動というのを観測している可能性があるのではないかということを、発表させていただきたいと思います。でまず、量子免疫体に関してです。言うまでもなく、液体とは何かっていうと、固体と気体の間にあって、粒子がお互いに強く相互作用しているけども、固まることのできない状態です。これスピン系に置き換えますと、固体というのが、磁気秩序に残った状態、液体というのが常時性の状態。でスピン、液体というのは、スピン同士がお互いに強く相互作用しているけども、固まることができない状態です。で、量子免疫体とは何かということですけども、量子液体の一番有名な例というのが、ヘリウムです。で、ヘリウムっていうのはとにかくゼロ点振動の効果、量子力学的なゼロ点振動の効果において、よって絶対レベルでも凍ることがないと。で、この量子液体の、スピン板が量子ピン液体です。で、これはスピン同士が非常に強く相互作用しているにも変わらず、絶対レベルまでこのゼロ点振動の効果によって、あるいは量子誘惑の効果によって、秩序ができないと。で、量子液、スピン液体の特徴っていうのは、簡単に挙げますと、秩序化しないということ以外に、単純な対称性の破れは起こらない。つまり、例えば、格子が歪んで、平身対称性を破ったり、そういうことは起こらないと。そして、最も重要な、量子スピン液体の、性質っていうのは、規定状態が、において非常に強い量子力学的な、もつれ状態、エンタングルメントが起こっている。この効果のために、スピンが分数化してしまう。これによって、総発準粒子が、生じてしまう。そして、トポロジーと非常に関係してくるということがあります。では、なぜ我々は、量子スピン液体を研究するのかということですけども、これいろいろ理由あるんですけども、まず一つが、これうまくドーピングすれば、非従来型の超伝導が発現するんじゃないかと。これは高温超伝導の時に言われたんですけども、こういうことがまずあります。そして、次に、もしかしたら、量子ホール効果に匹敵する面白さを持っているんじゃないかと。整数量子ホール効果の面白さっていうのは、これトポロジーになる。で分子量子ホール効果の面白さっていうのは、これ多大効果によって、電荷が、分数化するということにあるわけですけども、量子ピン液体においては、これに匹敵、こういう現象が現れると。で、量子もつれによって、エキゾティックな純粒子が創されると。で、特に今日お話しさせていただきたいのは、マイラナ粒子と非加管エニオンです。で、これ、この上に書いてることと非常によく似てるのは、今度は電荷が分裂するわけではなくて、このスピンが分裂すると。そしてトポロジーと関係してくると。そして、こういう粒子っていうのは、トポロジカル量子コンピューターの鍵となる粒子になっているということです。あんまり、これ大風呂敷広いとあれなんで、もしかしたら、こういうことが起こるかもしれないというふうに、捉えていただければいいと思います。じゃあ、この前、今日の主題であるマイラナ粒子と非加管エニオンについて簡単に説明します。マイラナ粒子っていうのは、言うまでもなく自分自身が反粒子で、で、フェルミオンの半分の自由度しか持たないと。で、これは、量子ピン液体とか超伝導体、あるいは、量子再生において実現されると言われております。で、エニオンって何かと、どうですけども、これは、フェルミ粒子でもボーズ粒子でもない、素発粒子です。で、これ簡単に説明すると、二つの粒子を入れ替えると。二回入れ替えるとは簡単なんで、二回入れ替えるということは、一つの粒子を一周回すということなんですけども、三次元で考えると、こう動かさないのも、もう手前でこう回してやるのも、向こう側回してやるのも、結局同じことになってしまうと。どうしてかというと、こういう、線をこう、こういうルートを、持ち上げれば同じことになってしまうと。ただし、波動関数が変わる、符号が変わることができて、フェルミ粒子とボーズ粒子が出てくると。二次元の場合には、これ、明らかにこれ、この回さなかった、あるいはこの手前で回したのと、この向こう側を回してきたっていうのは、これ明らかに異なるわけですので、で、この場合には、この波動関数が、任意の位置を取ることができると。で、もう少し一般化すると、これ、加管のエニオンと非加管エニオンっていうのがあります。で、これ、三つの粒子をこう、入れ替えて、入れ替えて、この順番を変えても、この加管エニオンっていうのは、変わらないと。で、この加管エニオンっていうのは、分数量子ホール効果で実現されています。これ、奇数分母の、普通の分数量子ホール効果状態で実現されています。これに対して、非加管エニオンっていうのは、これが、交換自体がユニタリ行列になってしまう。
つまり、普通の粒子をこう一周して回してやると、元の粒子に戻らないといけないんですけども、非加管イオンというのは、粒子回してやると、別の粒子に変わってしまうと。で、こういう、非加管イオンというのは、この分子分母、2分の5の分子量子放力効果状態や、PX プラス IPY のトリプレットのスピン超伝導状態。で、もう一つは、気体不良スピン気体状態で実現されるということが示せるが言われております。でなぜこの非加管イニオンが大事かのかと言いますと、非加管イニオンというのはこれ、交換そのものがユニタリー変換になってしまうので、で、あと量子計算というのはユニタリー変換に記述されるということなんで、配置の入れ替えということ自体が量子ゲートの操作になってしまうと。で、そうすると、まあ、あまり細かいことは言いませんけども、まあ、こういうこういうなんていうか、組紐、交換自体が組紐みたいな状態になってしまうんで、これもなかなか解くことができなくなってしまうと。つまり、エラーの起こらない量子コンピューターが、可能なのではないかと。で、いうことで、これを注目を浴びるわけです。で、非加管イニオンというのは、先ほど言いました、マイラナ粒子と密接に関係しています。じゃあ、マイラナ粒子っていうのは何かをどうやって検出するのかと言いますと、マイラナ粒子っていうのは、エネルギーはゼロ、電荷ゼロ、スピンゼロで、で、三つのないという粒子ですけども、これをどういうふうに見つけるかというと、一つの方法が、マイラナ粒子っていうのは、これは熱、つまりエントロピーを囲うことができると。そして自由度がフェルミオンの半分であるということ。この性質を利用して検出できる可能性があります。で、我々は、なぜ熱輸送現象を測定してきたのかというと、まずこういう総発電粒子っていうのは、電荷を持たないので、電流を運ばないと。だけど、もしかしたら熱流を運ぶことができるかもしれないということになります。要するにこれ、白の一端をこう温めてやると、純粒子が熱を運ぶと。そしてこの熱勾配ができると。で、これが熱伝導です。で、熱伝導っていうのは、この動き回ってる歴を検出します。そして、こういう系に磁場をかけてやると。そうすると、普通の電子系のホール効果に対応して、熱ホール効果。で、これは有名な村上さんたちの公式があって、熱ホール効果っていうのは、ひじめなベリースを関係して、様々なトポロジカル歴、これを使って様々なトポロジカルな歴を検出できる可能性があります。で、量子ピン液体というのを実現するためには、どういうことが必要であるかというと、これも、物質が見つかり始めたのはつい最近なんですけども、この三角光子、カゴメ光子、パイロプラ光子ってあって、いろいろ様々な純粒子が、提案されています。で、今日話したいのは、この、ハニカムで、蜂の巣光子です。でこれは、幾何学的なフラストレーションはないんですけども、ある意味で、別の意味でフラストレーションを持つことが可能になります。で、そのモデルが、気体スピン液体です。気体スピン液体のモデルってのはどういうモデルかっていうと、こういうふうに、相互作用がイジング的になってて、ハニカム光子用で X 方向と Y 方向と Z 方向にこう、来たかると。で、各ボンドは、この違う方向を向こうとしてるんで、もし X のが、例えば Z 方向がこういうふうに向いてしまったら、X 方向と Y 方向のボンドエネルギーっていうのは下がることができなくて、その結果、3つのスピンが、同じ、向きたい方向を同時に満たすことができないと。だから、これは X エンジンのフラストレーションが生まれていると。で、これが、気体モデルです。で、気体はこれどういうふうに解いたかっていうと、これはこれはスピン2分の1をマイラナフェルミオンに分けることによって、これを解いたと。ある人はこれを、これを厳密から出すことができたと。ある人はこれを二次元の、イジングモデル以来の大発見の、大発見であるということを言っています。で、気体モデルっていうのはこれ、厳密に解けるんですけども、このエクスエンジンの大きさが非常に、違法的な場合には、これはこれはアビラエニオンを持つ、加管エニオンを持つトリックコード状態が生まれます。これに対して、統合的な場合には、ノンアベリアンエニオンを持って、これがトポロジカルクアンタムコンピテーションに、使える、粒子がここに生じて、生まれると。で、今日話したいのは、この領域の話です。で、簡単に絵に描くと、スピン2分の1っていうのは、マイラナ、動き回るマイラナと、極座したマイラナに分けられると。で、極座したマイラナっていうのは、こういうゲージフラックのバイソンと呼ばれている G2 ゲージフラックスを持っています。で、これはエネルギーアップを持っていると。で、この絵に描きますと、高温ではシステムはパラマグネティックになってて、温度が下がるにつれて、フラクショナリゼーションを起こると。そしてここで、バイソンとマイラナが両方操作されると。で、そして最後にこのバイソンが消えて、マイラナだけが動き回っている純粋な量子スピン液体状態が生まれるということになります。で、この状態っていうのを、絶対レグのこの状態をちょっと考えてみますと、この状態っていうのは、この、ディラックオンを持ってる。これに磁場をかけると、これ面白いのは、ギャップができてしまう。で、これが、トポロジカルな
状態になっている。これチャンスがちゃんと定義できると。そして、この状態ではチャンスが できますので、変えられる前の位置カレントが流れているということになります。そして、この時面白いのは、熱ホール効果が、この、クアンタムサーマルコンダクタンスのちょうど半分で量子化されると。で、なぜこれ半分かと言いますと、これは一つのマイラナが、フェルミオンの半分の自由度しか持ってないからです。で、これ量子ホール効果で観測されるのは、整数の量子ホール効果で観測されるのは、この2分の1のついてない整数値になります。ちょうどその半分になると。で、それを検出すればいいということになります。じゃあ、実際の気体とスピン気体の候補で何が観測されたかということを、発表いたします。で、最も注目されている物質は、このアルファルテニウムCL3という物質です。で、これは、もちろん原質の物質なんで、すいません。これは、ルテニウムがこう、ハニカム格子を持っているので、これスピン2分の1です。で、ただし、原質の物質なんで、これは、気体複合以外に別の項を持っていると。ただし、いろんな測定から、気体複合がドミナントであるということが分かったが知られております。で、ただし、このノン気体複タームのために、アンティフェロマラティックオーダーが 7.5K で起こります。で、これがスピンがフラクシャリゼーション、分数が起こっているという証拠っていうのはこれもういくつかあって、まずこれ比熱です。で、これ磁気比熱をこれ取り出しますと、ちょっと気体フインタラクションぐらいの温度のところで磁気比熱がピークを持って、ちょうどエントロピーの解放がちょうどR ログ2の半分になっている。だこれがフラクシャリゼーションの、ちょうど半分の、スピンの自由度になっているんで、これがまあ、マイラナフェルミオンに分裂したんじゃないか。ということが言われています。次はラマンです。で、ラマンインテンシティが、温度変化っていうのが、ボゾンとは違ってて、このフェルミオンでなってる。で、よく青な地域になってる。そしてもう一つが中性子で、中性子のこのガンマテルの近くのこの、コンテキナスのエクサイテーションっていうのと、あとこういうふうになんかディスパージョンが出るっていうのは、これはイテリアントマイラーから予想されるものとよく一致しているということになります。で、研究背景として、我々はこの、アルファルテニウム CL3 で、反整数の、量子熱量子力を見つけて、そしてこのトポロジーを解明したと。そして今年になって、この原子層膜を作成して、トンネル分光に成功したというのが、研究の背景です。で、まず熱ホール効果の結果についてですね。この物質先ほどオーダーすると言ったんですけども、目に平行に磁場をかけると、このオーダーが、かなり、このサプレスされて、ここで、オーダーしてない、まあ、スピン液体のような状態が出てると。問題はこれが本当に、気体をスピン液体に近い状態になっているのかというのを探るために我々は磁場を資料に対して斜め方向にかけました。で斜め方向にかけて、面内方向の磁場がこれをサプレスして、オーダーをサプレスします。その結果、このアンティフェロにオーダーしているところっていうのは、まあ、ほとんど熱ホール効果が出てこないと。だけど、スピン液体に入った途端に、急に熱ホール効果が出てきて、ちょっと磁場を上げると落ちてしまうと。で、この値っていうのが、各レイヤーあたりに直すとちょうど2分の1の系統になっていると。つまり、系統、つまり、クアンタムサーマルコンダクタンスの半分になっている。だからこれが、まあ、マイラナ位置カレントの証拠になっているみたいな。すいません、このプラトンの値と、この値っていうの、プラトンの値っていうのが、マイラナ位置カレントの、証拠になっているみたいな。じゃあ、これちょっと分かりやすくするために分子量子効果と比べてみます。気体不良スピン液体っていうのは、とにかくこれマイラナ粒子のエッジカレントが流れると。そして、これがあるということは、実は資料の内部に、非核化イニオンがあるという。非核化イニオンっていうのは、このマイラナ粒子と、このさっきのバイソンのこの非光粒子が、これは非核化イニオンになっています。分子量子効果っていうのは、これコンダクタンスが分子に、これ量子化されて、3分の1、5分の2になるとか、奇数分母になるんですけども、実はこれ、量子熱コンダクタンスっていうのはこれ整数値になります。だから、この2つっていうのは、ある意味で異なっています。ちょうどこれが半分になるということで異なっています。で、ただしこれが、偶数になった場合には、こちらでよく似てきます。で、次に気体スピン液体のトポロジーについて、説明いたします。で、気体不スピン液体のトポロジーを特徴づけるのは、チャン数ですけども、でチャン数は気体不スピン液体の場合、プラスマイナス1の値を取ります。で、ここで大事なことは、この HX、HY、HZ っていうのが、スピン軸に対する磁場の成分なんで、これは結晶の XY、ABC 軸とは異なっているということです。で、これが、AC 面内、つまり、自分に、面に対する垂直面内での、チャン数で、赤がプラス1、青がマイナス1です。
で、ここで、面白いのは、この、すいません。だから、これ、普通のホール効果だと、電子のホール効果だと、ちょうどこれ、こっち方向がプラスになったら、こっち方向がマイナスにならないといけない。それとはかなり違うと。で、面白いのは、このチャーンナンバーが、面に平行に磁場をかけた場合でも、有限であるということです。で、つまり、これは何を意味するかっていうと、これ、プレーナーホール効果が出ると。プレーナーホール効果って何かっていうと、これちょっと定義がちょっと、まちまちなんですけども、ここでいうプレーナーホール効果っていうのは、電流と磁場を平行に流したと。平行に同じ面内に流したときに、垂直方向に電波が発生する。これはプレーナーホール効果と言われていただきますと、違うスピン液体では、プレーナーサーマルホール効果が現れる。で、さらに、これ AB 面内でのこれチャンスです。これチャンスはこれ符号を変えるんですけども、これマイナス1、マイナス A 方向にかけるとチャンスはプラス1なんで、これは、ホール効果係数がプラスになる。熱ホール効果の方がプラスになる。これは、これマイナス1にかけると、チャンスマイナス1なんで、熱ホール効果の方がマイナスになると。で、この符号は確かめないといけない。で、さらに、B 軸方向にかけると、まあ、これは対称性から来るんですけども、チャンスゼロになってしまうんで、熱ホール効果が出ない。で、さらに、磁場を傾けていくと、熱ホール効果の符号は、これは、変わらないといけない。まあ、これは後でこの話については、触れたいと思います。で、まず、チャンス、本当にこれ、プレナーサーマルホール効果が、観測できるかということなんですけども、これやったのがこれです。これはですね、熱流を面内の A 方向に流して、磁場を、マイナス A 方向にかけてくれました。で、この場合は、この赤なんですね。まあ、下見てもらえばわかるんですけども、ちゃんとプラトが出てきて、その値は2分の1に量子化されている。で、しかもこの符号はプラスなんで、この、機体のモデルと符号も一致していると。で、さらに B 軸方向にこうかけてやると、これもうゼロであると。だからエッジカルトは流れないと。だからこれは、機体不簡単のスピンリートで期待されるマイランダバンドと、のトポロジーと一致していると。まあ、これまあ、コネスマダーの実験なんで、これ再現されないととにかく、信用してくれないと。で、今のところ、世界で5つのグループが、熱ホール効果の実験を行っています。で、一つが、これ東大のグループ。これ、東大グループでも一応量子化が起こって、値は2分の1に近いと。で、マックス・プランクのグループの測定でも、まあ、この精度で、一応プラトが現れて、2分の1に近いのが現れている。これちょっと2分の1のところです。で、我々は、これ資料によっては、これ、量子化が起こらない資料もあります。まあ、これはちょっと、どういう時に起こらないかというと、まあ、市場の熱伝導が悪い場合に、これ起こらないですね。で、最近オークリジンのグループが、これ、CVT で、作った、ケミカルペーパートランスポートで作った資料。あ、すいません、このブリジバンの資料っていうのはこれ全ての東工大の資料です。で、CVT、これ、ケミカルペーパートランスポートで作った資料において測定したところ、これ、プラトは彼らが観測してるんです。で、プラト自体は異常なんですけども、ただ、プラトは、量子化の値の 75% にしかならなかったと言っています。で、これプリンストンのグループですけども、これプリンストンのグループは、プラトンも現れなかった。確か、まあ、近い、2分の1に近い値は出るんですけども、プラトンは、まあ、見えていないと。まあ、これプラトンできるのかどうかよくわからないですけども、そして、クアンセーションも起こらなかったと言っています。だから、まあ、一応再現したというグループ、半分再現したというグループ、で、再現しなかったというグループがあります。これまとめた結果です。で、この、プラトが見たというグループは、まあ、5つのグループに4つが見ていると。で、2分の1になっているというグループは3つあると。そして 75% しかならなかったというグループは1つ。で、サイに関しては、プリンストのグループ、これ、符号をちゃんと書いてくれてないんでよくわからないんですけども、一応、この青いところは、期待とコンシーセントということで、まあ、合っていると。で、プレナーサーマルホールが出るということに関して言うと、この3つは、3つのグループは、一応見えて観測したということで、コンシーセントである。じゃあこれ、プリンストのグループはどういうふうに主張しているのかということですけれども、まあ、彼らは、この熱ホール効果をもたらしている理由っていうのは、マヨラナペルミオンではなくて、むしろボゾンであると。ボゾニックな、マグノンがこれをもたらしていると。いうことになっています。で、そしてこのギャップをだいたい1ミリ EV ぐらいで、を仮定すると、トポロジカルマグノンの村上さんたちの公式とよく説明できると言っています。で、じゃあこれサインはちゃんと合うのかと
言ったら、これはトロントのグループが、これサインはなんかパラメータ適当に変えれば合ってしまうと。で彼らは最初サイン間違えてたんですけども、我々がサイン間違えてると指摘したら、パラメータ変えてやったら合ったというふうにちょっと返事が返ってきました。で、じゃあこれ、マイラナ・ベルミオンとトポロジカル・ガオロンというのは、これ、結局水かけるになってしまうのかということなんですけども、実はそうではなくて、これ区別できます。で、これ、なぜかというと、マイラナ・ベルミオンであれば、磁場を B 字高校にかけたときに、このディラックコンという、ゼロ磁場のくるディラックコンというのが、これ、そのまま残ってしまって、ギャップ率になってしまう。で、マイラナの場合には、ギャップがちょうど、B 字空になるときにクローズして、ちょっと体が傾けるとギャップが開くと。これに対して、トポロジカルマグノンの場合には、これ1ミリ EB というギャップが開かないといけないと。彼の計算でも1ミリ EB ぐらいだと。で、あと ESR でもだいたい1ミリ EB ぐらいのギャップが、これまあ、A 方向ですけども、開いていると言っています。で、だからこれ、比熱の実験がこれを区別できると。いうことで、我々は比熱の実験やってみました。で、まあ、これやってるのはこれ、東大の芝地系のグループです。で、これ非常に小さい資料でやらないといけないんですけども、で、まあ、テクニックとして相当難しいんですけども、まあ、これ用いたのは、長時間緩和法というやり方です。これをやると、使うと、普通の資料の100分の1ぐらいの大きさの、PPMS でやるのバックグラウンドよりも、すいません、これ1万分の1ぐらいの小さいバックグラウンドしか持たない。でしかも10ミリマイクログラムから100マイクログラムの資料の比熱を測ることができます。しかもこれを、希釈冷凍機の中で、二軸のローテーターを使って、白の どちらの、あらゆる方向に磁場をかけられるようにしています。で、その結果、測った比熱はこれです。で、こう、綺麗に B 軸方向に合わせることができます。まあ、これは、とにかく磁場を、特定の方向に合わせるっていうのが、もう命のような実験になるんで、だからこういう装置が必要になります。これはその結果です。でこれは、B 軸方向で、リラックコンが残るといった方向に磁場をかけたものです。で、これもかなり精密に磁場を合わせています。で、大事なことは、これは生のデータで、比熱を T 字上で割って T でプロットしたときに、この有限のインターセプトを持っているということです。でこれは、比熱が T の字上に比例しているということを意味します。で、さらに、資料を 1.5 度でこう彼は傾けた。B 軸からこう傾けた。そうすると、明確なギャップがあるような振る舞いが見えた。つまり、この T 字上の項っていうのは、磁場を B 軸からちょっと傾けただけで消えてしまったという結果が得られています。このことは何を見せるかというと、これは二次元のマグロンとかホノンでは全く説明できないと。で、これは、比熱が T の字上に比例しているということは、ディラックコンを持っているということで、これでトポロジカルマグロンのシナリオっていうのは、排除できるんじゃないかと。で、さらに、これ、もうあまり細かい比熱の実験のことは、言いませんけども、B 軸に、かけると、まあ、これのホノンの方をさっぴくと、こう、リニアになっている。これに対して、A 字高校にかけると、こう、綺麗なエクスポネーションになる。つまり、A 字高校に磁場をかけると、これですね。バルクでギャップが空いていると。で、ここで、しかもこのギャップっていうのは、磁場の参上に比例して増えていると。で、これは、まあ、マイラナギャップと、もう、期待の予言と一致していると。で、ここで注意していただきたいのは、磁場を A 方向にかけると、バルクではギャップが空いていると。ところが、熱オール効果は、大きな熱オール効果で量子化されて観測されたと。いうことは、これし、バルクはギャップが空いてるんで、これ熱は流れないはずだと。で、そうすると、熱オール効果が観測されたということは、これは、資料の表面、あるいはこれ端っこの方、まあ、おそらく量子化されてるということは端っこが流れてるということの直接的な証拠になっているということになります。だから、これはある意味で、この気体、スピン液体におけるバルクエッジ対応に対応するんじゃないかと言えると思います。まあ、この辺は、解説記事を読んでいただければ、書いてあります。で、もう一つですけども、これ B 軸方向に磁場をかけたときに、この時には、先ほど言いましたように、リラックコンができてしまって、そうすると、バルクにはギャップができていないと。そうすると、純粒子はバルクで動いている。で、その時には、熱ホール効果はゼロだと。いうことで、これも、理論とコンシステントです。で、ということで、比熱と熱伝導率を組み合わせると、まあ、気体をスピン気体でいいんじゃないかと、まあ、我々は、考えております。で、ただし、まあ、ですね、これだけやっても、熱オール効果の量子化をまだ信じない人っていうのが、まだ、結構います。まあ、結局、どういうことかって言いますと、まあ、自分のところでは観測せ、一応、他のグループでは観測したかもしれないけども、
自分のところでは観測しなかったという人が、先ほど言いましたように、2グループぐらいほどいて、彼らは、量子化は信じないということが結構言うんですけども、他にちょっと色々この実験対策批判というのを簡単に言いますと、これもそもそも熱測定なんで、これね、電気抵抗の測定とは違ってて、放電導度を正確に出すのは、困難なんです。で、必ずこれ、プラスマイナス 5% ぐらい、ここに書いてあるエラバーぐらいは入ってくる。で、これを必ず言う人がいます。そして、これですね、低温に行きますと、低温、これ3系以下とか2系以下になりますと、炎の見振りパスが資料と同じぐらいになってくるんで、そうすると、カッパ XY を正確に出すことができなくなってしまって、低温でこのどうしても量子化しかずれてしまう。で、もう一つは、先ほど言いましたように、これ資料によって量子化が起こったり起こらなかったりして、それはどうしてなのかっていうのは実はまだ完全に説明できていません。で、我々の感触としては、熱伝導率が悪い場合には、だいたいこの熱ホール効果の量子化が起こらないと。我々はいつもそういうふうに思って、資料が悪いから観測できないんだと。言ってもなかなか納得しない人はいます。で、そういうわけで、じゃあ、結局ホール効果とか、熱伝導の、つまりトランスポートの測定だけではなくて、もっと全体的に見て、熱ホール効果だけではなくて、つまり熱ホール効果の絶対値に頼ることなしに、熱ホール効果の量子化を、すみません、これ量子化という言葉が抜けてます。熱量子ホール効果を説明できないのかと。で、実はこれができるということに最近気がつきました。で、これちょっと今から簡単に説明します。これは、こうです。で、これ先ほど言いましたように、比熱の実験でですね、B 軸方向にこう磁場をかけたときには、ディラック音が現れた。で、そして、B 軸方向からほんの少し傾けたときには、このギャップがいたと。これでのギャップの温度の角度の予想を書いてますけども、これだと、ギャップは非常にきれいに B 軸方向に磁場をかけたときに閉じている。つまりギャップクロージングが B 軸方向で起こると。これ一つ。次に熱ホール効果を最近我々は、この角度を変えて測定しました。で、これ角度を変えてやると、熱ホール効果の方っていうのは、これ反転します。これ、このあたり、量子化が起こってないのは、これ、後で言いますけど、これ、ギャップがちょっとどうしても、B 軸に近くなると、ギャップが小さいんで、量子化が起こらないんじゃないかと思います。で、つまり、B 軸がちょっと離れると、量子化が起こるんですけども、ホールサインの角が動かると、つまり、トポロジカルトランションが B 軸方向で起こると。この二つの、ギャップが閉じるっていうことと、この、ホール効果の方が変わるということは、これ、実は全く違う現象なわけです。この二つの現象が、同時に B 軸方向で起こると、これが大事になってくると我々は考えます。これを説明しますとこういうことです。今この熱ホール効果をもたらす原因がフェルミオンであったとします。その場合何が起こるかっていうと、このチャン数が、マイナス1とプラス1っていうのは、バンドは必ずフェルミオンエネルギーよりも上と下にあるわけです。で、これが符号を変えるとき、変わってるときっていうのは、これ必ずこれバンドクロッシングが起こる。で、バンドクロッシングは必ずフェルミエネルギーで起こらないといけないということになります。このことは別の言い方をすると、サーマルホールコンダクティビティのサインが変わるときっていうのは必ずフェルミエネルギーでギャップが閉じないといけないということになります。これに対して、ボゾンだった場合には、必ずトポロジカルなバンドっていうのは有限のところにあります。有限のところにあって、これが符号を変えるとき、入れ替わるわけですけども、入れ替わるときにバンドクロッシングが起こるんですけども、バンドクロッシングが起こる場所っていうときには、必ず有限のギャップが開いてないといけないということなんです。つまり、ギャップは常に有限であって、ホール効果のサインっていうのは、ギャップが閉じるということとは、関係ないということになります。で、明らかに、これアルファルテリウム CL3 は、ギャップクロージングとギャップが閉じるということと、トポロジカルトランジション、つまり、プレナーサーマルホール効果のサインチェンジが、同時に B 軸効果で起こってしまう。で、このことは、サーマルホール効果の起源というのは、フェルミオンであるということの、最終的な結論になるんじゃないかと我々は考えます。そして、この場合、このバンドっていうのは、フェルミエネルギーに必ず下にあるんで、熱ホール効果は必ず量子化を受けないといけない。つまり、このことは、熱ホール効果の、絶対値を測ることなしに、我々は、熱ホール効果がフェルミオンで、しかも、フェルミオンが起源で、量子化が起こるということを結論することができるんじゃないかと考えています。で、以上のこの話っていうのは、この熱ホール効果、反熱ホール効果っていうのをちょっと他のホール効果と、起源と比べてみますと、
まあ、今のところ、まあ、いくつかホルコ、ね、あの、ホルコがあるんですけども、まあ、整数ホルコがですね、この場合には、ローレンツコースがオリジンであると。で、アナマラスホルコが、まあ、これはまあ、これはチャンスが原因であるということをはっきり言ったあれですけども、これエクスチェンジフィールドが重要であると。そして、フラクショナルクワンタムホール効果ですけども、これは、クーロンギャップが重要であると。そして、電荷のフラクショナルレーションが起こると。そして、アーベリアンエインが、出てくるんですけども、特殊な場合のみ、ノンアーベリアンエインが出てくると。で、この、インテジャーサーマルホールの場合には、マイラガン、フェルミオンが、この原因であると。そして、このギャップを開ける原因というのが、ゼーマン効果であると。そして、この場合には、ノンアーベリアンエインが出てくると。というのが、この結論です。では、次に、ついさ、非常に最近の我々の、量子ピン液体物質の、原子層膜とトンネル分光について最後に触れたいと思います。で、まあ、この、我々の最初にやろうと思ったのは、このマイラナフェルミン、あるいはノンアベレンイオンを直接トンネル顕微鏡で検出できないのかということを考えたわけです。で、その、モチベーションになったのは、このいくつかいろんな論文があるんですけども、一番のモチベーションになったのは、この宇田川さんと岡さんのこの論文です。彼らは、メタルの上に気体の、絶縁体を乗っけて、それに OSTM で見れば、トンネルカレントの中に、で、見ることによって、バイゾンが検出できるということでした。まあ、結論として、これがですね、ものすごく大きなモチベーションになって、この実験を我々は何年かかけてやったんですけども、まあ、こういうのはちょっとなかなか見えなかったんです。で、見えなかった代わりに、やってる最中にいろんなことが見つかったということで報告したいと思います。で、まず、これ、我々が使った基板は、グラファイトです。HOPG です。その上に、PLD を使って、ルテニウムシェル水を1枚だけ、積層しました。でまあ、この、これ、ものすごく危ない実験で、これ、塩素ガスをチャンバーなんか入れないといけないんで、もう塩素ガスで、チャンバーがすぐやられてしまって、なかなか大変だったんです。で、これ作るのに、まあ、2年近くかかったんですけども、まあ、例えば最近できるようになったと。で、これが、トポゾーです。この赤い、この黒いところが、このルテニウム、このハニカムの真ん中になります。で、これ、白く見えてるのは、この、塩素原子です。で、ルテニウム原子は、この塩素原子のこの、真ん中あたりのこの辺にいます。この辺にいるのが、ルテニウムです。ただ、ルテニウム直接見えるわけではなくて、見えてるのは塩素です。で、これ、トンネル検、STM で見てみると、非常に綺麗なモットギャップが見えます。で、これ、バルクと大体同じぐらいなんで、まあ、バルクと同じぐらい、同じような性質を持ってるだろうと。で、大事なことは、これ、モットギャップのところでは、これ、トンネル電流ゼロなんで、これ、下のグラファイトからの、トンネル電流っていうのは全くないと思っていただいて結構だと構いません。つまり、グラファイトは、とにかく気にしなくていいということです。で、これが、シナ結果ですけども、この黒いところですね。これが、ルテニウムの血管です。で、これはバイアスがマイナスの時、これバイアスがプラスの時、これまあ、プラスとマイナスでちょっと若干ちょっと見え方が違うわけですけども、一番大事なって、ST バーだからこんな風に、ルテニウムの血管のところを見てる。で、これを注意深く見てもらうと、なんか、血管の周りこういう、なんか、ハロみたいなのが見えてる。波みたいなのが見えてる。ということなの。で、これがこの、橙色の線に沿ったところの、STM のチップの高さ。まあ、これ高さというよりも、これ状態密度と思ってもらって結構ですけども、状態密度がこう、振動して遠くに行くに従って、減衰していると。で、この長さっていうのは、結構長くて、格子のに、格子の長さとは、非整合です。インコベンシュレートで、長さは格子の長さの、だいたい 2. ちょっとすみません、忘れました。2.8 倍ぐらい。と思います。じゃ、これ何なのかと、いうことなんですけども、まあ、パッと見たらこれよく似てるのは、これフリーデル振動です。この金属の中の。だけどこれ、さっき言いましたように、これ絶縁体なんです。だからフリーデル振動が現れるはずがないと、いうことになります。で、もう一つが QPI です。これ、まあ見た頃、QPI ともよく似てる。QPI って何かというと、バンドがディスパーション持ってるんで、そのバンド間の差なんの、の効果です。で、後で言いましたように、これどちらでもないんですけど。で、これがFFT です。プール変化の像で、これがラティスのブラックピークです。で、これがサテライトピークです。で、これなんでこれを見せるかっていうと、このサテライトピークを見せることによって、下地とどれくらい上のルテニウムシェル数が傾いてるかっていうのがわかるわけです。それを見てやると、これ30度くらい、32、3度傾いてる。で、ものによってはこの20度というやつもありますけども、このピークですね、これ FFT でこれ六角形で見えてる、これですね。これは、
その下との整合性、傾きの角度によらないということになります。だから、これ、要するに何が言いたいかというと、ルテニウムシェール3は、もう下の下地から浮いてると思って、ファンデルワースでなんかくっついてるんだけども、もう、くっついていて、くっついてるんだけど離れていて、それが、下地の影響は電子的には受けていないということを表します。そして、これを、このプラス側とマイナス側で、この、インテグレートインテンシティの、Q 依存性を見ています。そうすると、不思議なことに、このプラスとマイナスっていうのは、マイナスがこれ、異なっています。だからこれは、これがチャージデンシーウェーブとか、これ格子の歪みとかそういうから来てるんだとすれば、これ絶対一致しないといけないわけで、だからそういうものとも違うし、回れても違うということになります。で、これじゃあ QPI かということになるんですけども、これが各エネルギーでこの FFT を取ってやって、ディスパージョンを取ったのがこれです。これディスパージョンなんですけども、これ、ディスパージョンはほぼ Q 依存性はない。しかもプラス側とマイナス側で異なっています。これ QPI だとしたら、こういうディスパージョンになるはずなんで、だからこれ QPI ではありえないということになります。で、そうしますと、じゃあ、他の系で見えてるかっていうと、まあ、こんな現象っていうのは他のモッド転移を起こす物質では見えていません。そうしますと、まあ、こういう可能性っていうのは全て排除できて、他の系では観測されていないということからすると、これがもしかしたらマイラナと、関連した現象じゃないかと、我々は考えました。で、これどうしてなのかというと、こういうことです。この、要するにこういう、なんていうか、こう、振動が出るためには、動き回ってる電子、粒子がいて、それがここで散乱されて、入ってくるやつと出てくるやつをこう、干渉しないといけないと。だからまず動き回ってるやつがいないといけないと。そしてこのピリオドの周期、この周期っていうのは、こう 0.5 度計まで下げても、ほとんど変わっていないと。まあ、これ 0.5 度計で多分我々はこれスピン液体になってると思ってるんですけども、変わっていないと。だから、この特徴的な長さが変わらないということで、これは動き回っているフェルミオンのせいであると。ボゾンではないということになります。そうすると、気体をスピン液体で動き回っているフェルミオンっていうのは、これマイラナしか、と考えるのが一番素直であると。だからこれは、マイラナフェルミオンが、不純物のところで散乱されて、振動しているということを、可能性があるのではないかと考えています。まあ、これが、後半の結論です。で、あとは、すいません。最後にちょっと、研究をやってた上で、ちょっと副産物が、出てきたんで、それを最後に紹介します。で、この、薄膜作ってるうちに、我々は、こういうなんか変な、アトミックワイヤーの、こういうパターンが見えました。で、この幅っていうのは、実は、これ1、2ナノメーターぐらいです。2ナノメーター、1ナノメーターで、これ実は、グラファイトの上にも、こういうパターンできます。これ何なのかと思ったんですけども、これ実はアルファではなくて、ベータルテニウム CL3 です。これは一次元のスピンオービットの元に知れた。で、これ、いかにこの系が欲しいかっていうと、これ一本これ探ってみると、これあれですね、ものすごく長いです。これ幅が、これ2ナノメーターぐらいなのに、この長さが3マイクロメーターぐらいです。これも端っこからこう成長してきて、多分この不純物に突き当たるところで成長止まってしまうんですけども、これアスペクトレーションはこれ1000とか2000ぐらいあります。まあこれがなんでこんなもんできるのかということなんですけども、まあこれが、これちょっと色つけてやると、実はこれ熱帯魚のパターンでよく似てて、これ熱帯魚でこういうパターンが出るっていうのは、いわゆるチューリングパターンと言われてるんですね。非平衡状態の。で、これがアトミックのレベルで、原子レベルでチューリングパターンが生じてるんじゃないのかと。我々は考えています。で、まあ、すいません、もうすぐ終わります。で、これなぜ面白いのかというと、これそのものが、一次元のスピンオプトインシレーターで、これは、トモノラーティジャリキってなってる可能性があると。そして、これ、X とか Y とか、これ、丸ができるんですけども、これ原子レベルでこれができるんで、原子レベルフラットなこれできるんですけども、こういうところで、まあ、マイラナ粒子が出る可能性があると。で、もう一つは、これの応用としては、これ実はグラフの上にできるんで、これをもし、マスクパターンとして使えれば、これグラフェン、グラフェンナノリボンですと。これを実は大量に作ることができる可能性が出てくるということになります。まあ今、これは一生懸命の浅場さんが先駆けをもらってやっています。で、以上まとめますと、我々は半整数の量子化されたメソール効果を観測したと。そして、これはプレナーな、平行に磁場、面内で磁場回でも出てくると。そして、比熱でリラックコンとワイルドキャップを見つけたと。
そして、この、トポロジーレトランジションとギャップが V 軸方向 で起こる、同時に起こるということで、これはサーマルフォール効果の原因がフェルミオンであるということの決定的証拠になっていると。そして、これはサーマルフォールコンダクタンスは必ず量子化しないといけないということを示したいと思います。で、これは逆に言うと、マイラのフェルミオンとノンアベレニオンがこの件にいるということを示しています。で、最後に、アルファルテニウム CL3 のモノレイヤーを作って、それに OSTM を見た。で、したところ、こういう異常な、空間的な振動が見えて、もしかしたらこれがマイラの振動かもしれないということです。すいません、ちょっと時間超過してしましたけど、以上です。